ジョーダン・ペリー・モリスは、アメリカ合衆国、シアトル出身の同国代表サッカー選手。スワン・ジー・シティ・ AFC 所属。ポジションは FW。高校在学中、シアトル・サウンダーズ FC のユースチームに所属。卒業後は、スタンフォード大学に進学し、同校のサッカー部でプレー。2015年には、NCWA 男子ディビジョン・アイ・サッカーチャンピオンシップ、優勝を果たした。 2016年1月、ベルダーブレーメンのトライアルに参加し、契約をオファーされたが、本人がアメリカでのプレーを望んだためそのまま帰国した。2016年1月、かつてユース時代を過ごしたシアトルサウンダーズ FC とプロ契約を締結した。2月23日、本ンカーフチャンピオンズリーグのクラブアメリカ戦でスタメン入りし、プロデビュー。 4月16日の MLS フィラデルフィアユニオン戦でプロ初ゴール。2016年シーズンに12得点を記録し、2009年にスティーブ・ザクアニが記録した新人最多ゴール記録を更新。クラブの MLS カップ制覇に貢献し、自身は年間最優秀新人選手に選出された。2018年2月22日のコンカカーフ、チャンピオンズリーグサンタテクラ FC 戦で、 右膝前十字人体を断裂。シーズンを棒に振るが、12月にクラブとの契約を延長した。2019年3月3日の FC、新品期戦で戦列に復帰すると、2得点を挙げ、4から1でのチームの勝利に貢献。10月19日の MLS カップ FC、ダラス戦では、自身初のハットトリックを記録した。 2020年シーズンは MLS で10得点を挙げ、ラウル・ルイディアスやニコラス・ロデロラと共に年間ベストイレブンに選出。自身二度目となる MLS カップ優勝も経験する。2021年1月22日、エフルチャンピオンシップのスウォンジーシティ AFC にシーズン終了まで期限付き遺跡。ケイシー・パーマーやモーガン・ギブス・ホワイトラ攻撃陣を レンタルバックで失ったクラブに加入し、買取オプションも付帯している。2013年5月、U-20 アメリカ合衆国代表の一員として、トゥーロン国際大会に参加。スタンフォード大学在学中の2014年8月に A 代表初招集。11月のイスラエル戦でフル代表デビュー。2015年4月15日。 メキシコとのフレンドリーマッチで代表初ゴール。2017コンカカーフゴールドカップでは3得点を上げ大会制覇に貢献した。一型糖尿病患者であり、基金を設立している。同じ病と戦う人々を勇気づけるため、腕に T1D のタトゥーを彫っている。父親のマイケル・モリスは、シアトル・サウンダーズのクラブドクターを務めている。アメリカ合衆国代表。 ありがとうございます。